はい、皆さんどうも、こんばんは。ようこそ、ネギクラにお越しくださいました。ありがとうございます。はい、今日はですね、北村ゆか、奄美大島の風スペシャルでございますね、最初に、2、3曲、我々カンジャンズの、まあ、インストロメンタルナンバーも、まあ、やりつつ後半に、奄美大島の風を感じていただくというね。シークワサーチューハイってないのかな、ここな、多分ないでしょうね。まあ、とにかく、楽しんでいってくださいませ。まずはですね、我々のインストロメンタルナンバーをお聴きください。まずはですね、スタンダードナンバーの I Hear Love City、聴いてください。
Thank you.
どうもありがとうございました。ね、ジブリで、本当にね、なんでもないと思います。めぐる季節というね、スタジオジブリの曲でございました。奄美の風はもうすぐ吹きます。次が、我々のインストルメンタル最後の曲でございます。ですね、オンアミステイナイトというね、これはスタンダードの、9月の雨というね、曲があるんですが、まあ、そのコード進行に、をもとにタトダメロンという人が、まあ、書いた曲でございます。お聴きください、オンアミステイナイト。
You'll be so nice by the fire.
ということでちょっと待ってください。奄美大島出身なのに結局なんか沖縄の曲を歌うということでですね、奈良早々に行ってみたいと思います。ちょっとお待ちください。涼子さんが一緒にその実の兄とこう組んでいて、一緒に仕事をしてディレクターさんでやってはったんですけど、急に亡くなったということで1日で書き上げた詩というのが、あります。奈良早早というのがありますので、これを編曲したのがビギンということで、有名な曲です。聴いてください。奈良早早です。
ですね、三振を、奄美三振を持ってるので、ウーゴ・ブランコさんかな、オリエンドカフェっていう曲があって、ベネズエラの曲であるんですけど、日本に流行った時にはもうコーヒールンバという曲で流行ったということで、モリエンドカフェ&コーヒールンバという曲を奄美三線を取り入れて、やってまいりたいと思います。大丈夫三振でデビューしたっていう歌手がいてて、はじめつとしさんっていう方がいてて、島唄をしてたがために、このファルセットを使った歌い方を、世に広めていったっていう、はじめつとしさんの曲の和田摘みの木という曲を、やってみたいと思います。
紹介もしなかったね。ラストの曲になりますということで、あとですね、
ヶ月も前から、ご予約いただいた、一番前の席に座ってる茨城県から今日はわざわざ2回目で、ね、お越しくださって、本当もう新幹線で乗って、ね、来てくださいまして、本当にありがとうございます。鈴木さんどうもありがとうございます。鈴木さんわざわざ茨城県から、あの大阪の茨城ではなくね、茨城県から来ましたから、はい、ということでちょっと待って、あ、私座ってしまったけど別に歌ってそのまま立ってよかったんだ。はい、じゃあ That's All という曲を、アメリカではもうこの曲が来ると、最後の曲っていう風なぐらい、もうエンディングにふさわしい曲ということで、最後 That's All で、みんなでワイワイ楽しんでやりたいと思います。聴いてください。 That's All です。Oh,
ありがとうございます、まずじゃあメンバー紹介最後にしておきます、オンピアノ森本テリサミスター A4 に用紙でございます。あとは直接来てください。、オンベース、池松正信、それからオンドラムス、藤本よしひこやったっけな、藤本よしひこ、僕らよしよしと呼んでますね。そして、奄美からやってまいりました、歌姫でございます北村ゆかさんでございます。ボーカル&奄美三線でございました。三線言うても奄もいいですからね。ということで、いや何でもいいです。テナサックス神田隆一でございます。我々のライブはね、これで終わりでございます。次のセット休憩いただきまして、皆さん、ミュージシャン来られておりますので、ジャムセッションということでね、させていただけると思いますので、皆さんふるってご参加の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。